はい。超駅太郎です。相談なんですね。一つはね、えー、こういうような、あのー、えー、ご質問という相談なんですね。フリーランスのクリエイター系の仕事を始めて、仕事依頼があまり伸びずに悩んでおります。SNS を活用した宣伝方法を模索している、効果的な集客アップの宣伝方法は、などがございますでしょうかあのー、YouTube や SNS、 SNS を中心にしているジョエキ太郎さんなりご意見を賜ればということなんですが <laughs>、これはそれが分かってたらみんな苦労しないんですよ。実は <laughs> これをこうしたらこうなるっていうのは分かってたら、いや一瞬になるんだけど誰もがやるので、要は。 このクリエイターという仕事はパイの場合いなので、独自のあのものを独自で開発したらそれは自分だけのものなんですが、あるところに参入するなら100人いるところに101人だから、当分それは無理なんですよ。で、これが分かってたら誰も苦労しないんです。でそもそもの問題で、えー、ここのところを、えー 悩んでいるんなら、もう根本的に構造を変更しないといけないので、なかなか難しいと思います。はい。というか、技術が高ければ、内容が良ければ、その作品を見て依頼が来るので、本当で言ったらクリエイター系っていう仕事は宣伝する必要はないんですよね。でも、宣伝せざるを得ない状況っていうことは厳しいようですけども、そこまでなのです。はい。そこまでです。厳しいですけど。 あの、はい。なので、何か構造的なものとか、付加価値をつけなければ、し、本当は宣伝しなくても、えー、仕事が来るようなものを作らないといけないということです。宣伝して、本当は5なのに8、10に見せてやるようでは長く続かないので、あの、ちょっと意識改革というか、根本的な、えー、考え方を構築し直したが方がよろしいかと思います。以上です。